じゃあこんにちは、ゆたかさん、はい、まあ、開幕して、まあ、まあまだ間もないんですけれども、いや阪神がものすごいなんか好調というかチームの雰囲気もいいですし、もう前評判も良かったですし、なんかすごくよく見えて、逆に巨人があれっていうふうに思ってしまってるんですけど、まあ阪神はいいスタート切ったよね、うん、そうですよね、うん、例えばその裏にはヤクルトとの比較があるよね、はい、まあ、例えばその解説者の大半がヤクルトは最下位と、うん、で大半が優勝争いをするんじゃないかという阪神、はい、で外国人もいる、うん、そら力の差はさ、そら出たよね開幕戦で、まあ、3戦そうですね、うん、それと調子がいいとさ明るく見えるよね、で誰でも すごくチームの雰囲気も、うん、そら雰囲気いいよ、あれだけ打っちゃう、そうですね、まあ、バカみたいに打ったんだから、近本ぐらいじゃないか打ってないの、うんうん、糸原はバカバカ打つしさ、マルテはカーコーンホームラン打つし、はい、ね、それに便乗して大山はポッコポッコ打ってるし、うん、サンズなんかも同じような球投げられて同じような球をホームラン打つし、はい、なんで同じ球投げるんだっていうぐらいの感じなんだけど、はい、で佐藤カーン打つでしょ、で佐藤マーク、マルキのマークじゃない、もう佐藤を超えたらもう力こう入らなくなっちゃって、それを梅ちゃんがパーン拾うじゃない、はい、ほらいいことだらけだよね、でも本当悪いことはないですね、そういうないな、そうです、あやっぱり見ててもそうですか今のところ、いやそりゃあれだけ打線が好調だとさ、うん、そりゃ楽しいよ、そうですよね、点が取れるもんね、そうですよね、点が取れなくてじりじりした時にどうやって点取るんだろうっていうのがあるけどね、はい、まあそのなんていうの打線の中でやっぱこう大物打ちというか、うん、があるから細かい作業ができる人っていうのが、はい、なかなかこう中軸にいないでしょ、うん、そしたらもう打つのを待たなきゃいけないという、はい、これはもう調子がみんながいい時に稼いどかなきゃいけないし、はい、悪くなったらみんなが悪くなるかな、その時にどうやって点取るかなっていう心配はあるけどね、そうですね、うん、ピッチャー陣はどうですか阪神、ああピッチャー陣はそこそこ安定してるかもわからないよね、うん、なんか大きな崩れもなくっていう感じなんですかね、まあ、あの一番はやっぱ藤浪がある程度投げられたということが安心材料じゃない、開幕投手にして、うん、あ次も使えるという、うん、一つの安心感があるよね、はい、これもう賭けだったと思うんだけど、とっちらかるか、まあ、ある程度のピッチングをしてくれるか、うん、まあ、一番いいのはなんか圧倒していってくれるのが一番良かったんだと思うけど、はい、やっぱまあ開幕の雰囲気とかね、うん、まあ、そういうことを考えるとそんな圧倒もできなかったけどね、はい、まあまあ順調に滑り出したよね、隙はないですか今のところ、うん、まあ隙がないっていうか、うん、3戦とかやっただけで隙見せるチームはおのずともう下がっていっちゃうよね、確かにそうですよね、うん、一方で巨人、うん、なんかちょっと不安に感じてしまったんですよね、大丈夫かなっていう、まあこの時点で2勝1分けで負けてないんだよ、何が不安なんだよ、そうなんですよ、うん、負けてないんですけど、だから欲があるからさ、もっと打って、まあ、例えば DeNA も今年外国人が入ってきてない、はい、まだね、はい、その時点でやっぱり弱いとされてる、うん、そのチームに対してちょっと接戦だとか苦戦をしたから、はい、そう感じるかもわかんないけど、うん、でもはあの巨人も絶好調じゃないよね、阪神みたいに状態は良くないのチームの、はい、でも負けてないということがさ、あそっか、それと、はい、俺原監督はいろいろ試してるよね今、やっぱねオープン戦で試すのっていうのはやっぱあんまりプレッシャーもかからないし、長いシーズンを考えた時にあんまり当てになる数字は残らないんだよ、はい、ある程度の力は分かってもね、うん、だけどそのやっぱ開幕戦を迎えて試してる節がある、これは増田を6回にさ切り札、はい、走塁のスペシャリストを投入して、あの後の方で使えなくなったりだとかしたりとかもするよね、はい、これはあの9イニングしか戦えない今年、うん、その中でどういうふうな勝負どころにこの選手を持っていった方がいいのかなとか、はい、そういうこう選手に緊張感を与えてるのかなと思うよね、だいたい増田っていうのは7、8、9、言えば8回9回が主だったんだよダイソーでも、でもこれを6回から使うことによって準備も怠らないようにするよね、6回ぐらいから、
だからそういう緊張感も俺試してると思うんだよ、うん、でこれを切り札を使った時にどういう展開になるかとか、うん、俺はなんか試しながら言ってるっていう風なそういう受け取り方をしてるんだよね。あ、やっぱり143試合って長いから、はい、で今年延長なし9イニングでもこれもやったことないでしょ、はい、初めてのケースじゃない、うん、だからその9イニングをどう戦おう、どういうふうな差し込み方をピッチャーはして野手もどういうふうな使い方をした方がいいのかなっていう、うん、そういうことを俺は試しながら言ってると思う、うん、だから、うん、何よ、圧倒しなきゃダメか。例えば菅野投手とか、あ、菅野はちょっと良くなかったな。そうなんです、あれって思ってしまって、俺はねやっぱ小林と組ませた方がいいのかなと思うよね。あ、大城捕手じゃなくて、あ、うん、組み立てという意味ではさ小林の方がうまい部分があるね、はい、一律の長があるというかさ、うん、でもホームラン打ったりとかするからな大城が。そうなんですよ、いいんですよ。いやだからどうしたらいいんですかね、この彼は。だけど俺は菅野に限っては小林生かしてやった方が、はい、菅野が安定するような気がするよね。で所詮なぜそこ小林捕手ではなくあえて大城選手と。やっぱりさ、はい、レギュラーは大城って監督が決めてるから、うん、やっぱ大城に開幕マスクは被るのは当然だという風な感じだよね。ただこの菅野投手が初戦でこうだったじゃないですか、大城選手と組んで、うん、ってなると次の菅野投手の投げる登板の時にこれもう小林捕手を持ってくる可能性ってありますか。でもあからさまにすぐやるとさ、はい、やっぱ大城がレギュラーでこれからやっていかないのに、やっていかなきゃいけないのに、やっぱ気持ちは良くないよね、お城選手にとってみれば。ああ俺は一つに一塁側を踏み出したんだよね、はい、プレートの、はい、これが微妙なストライクゾーンを狂わしてると思うよ。お、例えば同じ外投げてもさ、ま、はい、っすぐ来ると見やすいんだよね、うん、審判も、うん、だからボールになるケースがあったけど、三塁側に踏むとさちょっとクロスに入ってくるからさちょっと広がるんじゃないかなっていうような気がするんだよ、ストライクゾーンが、はい、見え方としてね、うん、そこら辺のそのプレートの踏み方、俺これがねちょっと菅野の良さを消してるのかなと思うよ。これなんかあったんですか、次修正してくるとか。いや、 やっぱりこうシュートとか、はい、ツーシームとか、うん、やっぱり右のインサイドに投げやすいとか、あ、ちょっと幅を持たせたいとかね、はい、そういうことからなんだろうけど、うん、まあこれはあの広島の黒田がね、うん、まあ、そういうようなやり方で日本でね、はい、まあ、日本でってアメリカから帰ってきて成功してるんだけどさ、うん、だから俺菅野で当てはまるかなって思ってさ、うん、だからそこが俺ちょっと一番しっくりしてないとこだよね。そうですよね、このホームとか変えたりだとかさ、うん、はい、いろいろ毎年テーマを持ちながらやるっていうのは俺はすごく大事なことだと思うんだよ、はい、自分をより良くするためにね、うん、でもこの一塁側を踏むっていうのはなんか菅野のあの絶妙なストライクゾーンをなんか微妙にずらしてる感じがしてならないんだよ、うん、だから菅野が押し出しするかと思うんだよ。あんま見ないという、いやあんまりっていうか俺初めて見たよね菅野の、うん、だからまあそこら辺でその苦しんでるかなっていうね、うん、だから桑田のカーブとか押し合ったカーブだとか、はい、なんか投げる暇もなくなんか打ち込まれたり、はい、自分で苦しんだりとかしてたから、はい、まあ、ちょっとそこら辺は巨人の戦い方を見て、はい、まあ、昨年13連勝、うん、開幕からねして、うん、だけどちょっと心配だな。そうですよね、うん、そうだから阪神がすごくいいだけに巨人がすごく大丈夫かなって思えてしまう、うん、そのぐらい阪神がいい。巨人ファンなの。好きでした昔、だからロメンシ選手とか、うん、阪神も。阪神は掛布さん。掛布さんだ。掛布さん。まあ、掛布さん楽しい人だけどね。大好きですよ。うん、いやだからまあそれは確かに戦い方見てると、うん、阪神の方が勢いあって。そうなんですよ。大丈夫。点が取れるからね。そうだから余計に巨人大丈夫かなっていうふうに思ってしまうんですけど、うん、これ。まあちょっと中川もね、ピリッとちょっとしてないしさ。はい、まあそこら辺は見え方は悪いと思うけど、うん、そこら辺ピチャピチャっとこうはめていくよ多分。原監督が。だまだ焦りさんなという、大丈夫です、まだ始まったばっかりじゃないかっていうことだよね。そうですよね、うん、この巨人と阪神のこう戦いが4月の終わり末にある、ね、はい、末に直接
今シーズン初めて当たるんですけれども、でもね、はい、今シーズンはねその戦い方で阪神が有利になったりとかする戦いだね、はい、おー、やっぱり阪神そんな強いんだ。いや、やっぱいいよ阪神は。巨人はその阪神戦でどこをポイント、誰かをマークしてどの選手を勢いづけないようにとかポイント、ああ、だから、まあ、例えば阪神はスモールベースボールはできないよ、はい、あのメンバーでは、うん、あの中軸ザーッといるね、はい、まあ、マルテ、うん、大山、サンズ、佐藤、うん、この4人がいる限りスモールベースボールっていうのはあまり頭にないと思う、はい、でも勝つためには原監督はスモールベースボールをやる、例えば昨年坂本にバント、はい、丸にバント、うん、刺したように多分そういう手を打ってくると思う。おー、だから今から楽しみだな、それは楽しみですね。逆にじゃあ阪神は巨人に対してどういう戦い、もう打ち勝つ打ち勝つっていう、まあピッチャーを惜しげもなくつぎ込んでいくだろうね、まあ、豊富にいるから。そうですね、右も左も、うんうん、だから、まあ、その末は楽しみだよね、はい、4月の末はね、もうね今からすごく楽しみです、はい、はい。